吉田さん改めて今回演じてみていかがでした、はい、あの中二病っていう、はい、最高でした最高でした。なんか今までの役者やってきた人生で一番のハマり役だなと勝手に思ってます僕は。いや本当そう思いますよ。確かに本当に、はい、だいぶ調子こいてたもんな。すごかったですよねなんかやっぱ自分の中に中二病いるなと思って、うん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 、自分の中にあるものしか使ってないですもんあれ芝居。じゃああるね。確実にあるね。はい、うん、超楽しかったです。本当に楽しそうでした。あで自分でも多分いろんなものを考えてきてその場で降りてくるんです芝居してると。かっこいい。いやいやいや、でもマジでそうだと思う。そう本当に動きとか降りてくるんですよ。あのすごいすごい動きですよね。あのねすごい、うん、あれ全部あの自分発信なのあの動きは。そうです。そう、あそうなんだ。よく福田さんが好む動きだから福田さんの演出だと思ってました。福田がやらしたと思ったの全然勝手にやってました。マジか、はい、好き勝手に飛び立つ時とかもう適当なこと自分でギャラドスグラドスとかわけわかんないこと言って何言ってっかもう途中で自分で笑ってました。自分で何言ってか分かんないよね本当予告もあったかもしれないですけどここ3人でね屋上でそう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 、はい、やるシーンがあるんですけど、うん、そこがねもううち吹き何回もこうねえ見てこうこれあそこ普通にいたって健人君も何度も笑って何回も笑って3回ぐらい NG になってますからね、はいはい、あれもだってもうりょうくんがこう走ってくるだけで申し訳ないでしょマジな顔してそうかそうかそうか分解そうマジで肩を揺らすっていうこコードネームを名乗るために5秒ぐらい使うからすごい間を使って言う。あれは最高に楽しかったです、ね、で僕のベースの周りをすごい楽しそうにああああいやー楽しいわいやー楽しいわって言いながらそれ珍しいね。銀玉では一度も見なかったです。いや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 だから銀玉とは全く真逆のキャラクターですね。真逆でしたからね、キャラがもう本当に銀玉であれだけ緊張してた吉沢亮がまあ羽ばたきましたこの映画で。山崎さんもおっしゃってましたけど、うん、なんかまあすごいすごいマジシャン。そうですね、全くできないようでできるようでできないようでなマジシャン役ですけれども、非常にあの全力でやらさせていただきましたけども、ムロツヨシさん。なんだそれ、なんで笑った今、なんで急に笑った今。ムロツヨシさん、結構今真面目なことしか言えなかったなと思って。はい、一応自分で笑ってみた。自分で笑ってみました。笑い欲しかった。マジシャン役をやりました、ムロツヨシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝ってるよ、それ。かわいい、かわいい。かわいい。かわいいってね。ちょっと待って、ちょっと、ムロさん、かわいくはないよ。かわいくはないよ。君ら、ほんと、かわいくはないよ。可愛くはない。それは君たちが本当におかしいの。本当にそれは君たちがおかしいの。可愛くないの。可愛くない。そうだよ、ちゃんと。違うの、手を振らなくていいの。違うっていうやつだから。いいの、ありがとう。でもありがとう。マジシャン役だから、見てくださいね。マジシャン役だから、ね。一気に汗出てるからね、ものさんも。うん、違うの、可愛いじゃないの。本当に汗かいてる。可愛くないの。ほくろに触らせてやりたいもん。触ったって何も出ないよ。ほくろ触っても何も出ない。そして佐藤二郎さんはエロ校長っていうね。そうなんです。え俺見て二郎さん大好き。 俺は可愛くないでしょ。可愛いって。どこに二郎さん大好きがいんの。真ん中の方です。二郎さん大好きって。どうした。まあただどうしたってどういうことだよ。どうもしてないだろお前。ちょっとおい、どあとあとあの滑舌悪いんです。なんて書いてある。滑舌悪いんです。アドバイスもうちょい上げて。二郎さん私滑舌悪いんですけど、アドバイスください。好きにしろ。いやいやいやアドバイスもらったね。よかったね。よかったね。好きにしろって言われてね。はいはい、いいです。滑舌悪いってね。よかったよ。はいはい、